さあ、浜さん、はい、両者が今顔を合わせましたが、もう一度おさらいです。どの辺に注目されますか？まあ、まず長いラウンド中間距離で戦うとちょっとビラマの勝ちは厳しいと思うんですよね、はい、ですからロペスが嫌がること、頭持ってこられることが嫌がるんですよ、そしてサウスポーはそんなに得意じゃないというところがあるんですね、はい、そういう利点を生かしたいですよね。そうですか。さあ、まもなくゴングです。11ヶ月のブランクがあります、リカルド・ロペス。一方、9ヶ月ぶりはアラビラ・モア。さあ、試合が始まりました。 WBC 世界ストロー級タイトルマッチ。両拳の怪我で長期のブランク、リカルド・ロペス、これが15度目の防衛戦。浜さん、15度というのも長いですね。簡単にはできることじゃないですね。そしてアラビラムは待ちに待った2度目の世界挑戦です。相手はなんといってもこのクラス最大のチャンピオンです。ボディを打っていきました。まあ、でも我々からするとこの一流なチャンピオンロペスに対して東洋の選手が挑戦できるということは本当に嬉しいことですよね。そうですね、イロストレートを払っていきます。リカルド・ロペス、まだ両拳完治はしてないんではないかという情報もありますが、その辺は定かではありません。そうすると、はい、打つ瞬間に、ちょっと緩めるんじゃないかなということもありますけどね。ミロストレート、この辺はよく伸びます。ミラモアのセコンドについているジョーさんの話では、彼が上がってしまうのが一番怖いと、本来の力が出せないのが一番怖いと言っています。で、正面からの打ち合いというのもこれはちょっと避けてもらいたいと、まあ、つまり訳が分からなくなってしまって打ち合いになるということだったんですが、まあ、特に上がるというのこの会場ほとんども埋まりましたからね。埋まりました。現在これだけの中でやっぱり上がるなっていうのも結構難しいと思いますよ。そうでしょうね。左をつきます。そして左を返すリカルド・ロペス。そしてロペスはもう名前売れてますからね、はい、それに対してビラモはどっちかというと今無名ですから、はい、やっぱり上がると思いますよ。しかしジョーさんはこうも言っていました。彼はハートが非常に強いんだと言っています。幼い頃にお父さんをすぐに亡くされたそうです。それ以降はお母さんの手で育てられました。アラビラモア、アマチュアでは50勝1敗1つの負けしかありません。ミロストレート、こちらはチャンピオン。ちょっとビラモアを中心に、ロペスが回ってますよね。逆じゃないといかんですね。おほう、もう逆に、自分から動いていかないと、はい、ロペスのパンチがどんどん伸びてきますよ。なるほど。ミロストレート、ロペスです。葛西さん、ここまで残り30秒になりましたが、はい、第1ラウンドどうですか？そうですね、ビラモアがプレッシャーかけてるんだろうけど、はい、ちょっと動きが足んないような感じをします。なるほど。チャンピオンの動きのは確かにここまでよく目立ちます。40戦全勝 30KO というリカルド・ロペス。まあ、先ほどの試合の時にもですね、お話ししましたが、浜さん、はい、このロペスはね、この上のクラスを狙ってるわけで、相手パンチ伸びてくるんですよね、はい、バランスを崩しました。止まってたんじゃいけないですよ。打ち下ろしと、ロペスの右の打ち下ろし、第1ラウンド終了しました。このラウンド、ロペスのラウンドです。ロペスが取りました。はい、浜田さんの採点です。今また先ほどご覧いただきましたドンキングプロモーションの、ビデオが流れております。コマーシャルビデオです。まあ、笠井さん、笠井さんには、はい、採点ではなくてね、はい、感じたことはいろいろ話していただきたいと思いますが、はい、アラビラ・モアの立場に立ちましたら、勝つためには笠井さんだったらどういうふうに動こうと思いますか？やっぱり最強のロペスに対しては動かれてますからね、相手の動きを利用して自分も動いてパンチを打ち込んでいくということでやりたいですよね。やっぱり自分の方から動かなければいけないと。そうですね、だけど動きでだと多分かなわないと思うんですよ、ロペスには。だからそれを、はい、裏をかくような形でやっていくしかないんじゃないですかね。なるほどね、はい、さあ、まもなく第2ラウンド、今ゴングが鳴りました。さあ、映像がまた MGM グランドガーデンアリーナに戻ってまいりました。白のトランクスが最強のチャンピオン、リカルド・ロペス、このクラス最強と言われています。これが15度目の防衛戦。
そしてクロントランクス、フィリピンからアラビラボア、マネージャー共同マネージャーのジョー小泉さん、そしてアルテケールというマネージャーがいるんですが、この2人によってマネージメントされています。そしてトレーナーはパリト・アブラカさん、元フィリピンのフライ級のボクサーだそうです。まあ、浜さん、はい、芸能を担ぐならば小泉さんはね、先日ルイスト小泉の ね、マネージメントをしましてチャンピオンに、仕上げたばかりですからね。前チャンピオン、まあ、元チャンピオンといいますか、ゴンサレス、はい、あの強いチャンピオン、前チャンピオンをノックアウトしたわけですよ ね、 そうですね。今一番勢いに乗ってるところですよね、はい、ですからその勢い、その運をこのリングでも見たいところですよね。そうですね。比較的体調はいいと言っていましたアラビラモアです。ジェットラグ、おーと左についてくる、左トリプル、アラビラモアです。リカルド・ロペスも応酬します。浜さんに改めて伺いますが、はい、このリカルド・ロペスのボクシングはどうですか。左2つ突きました。本当に、リーチが長くてですね、はい、普通であれば届きそうにないところから届くわけですよね、ですから避けたつもりでもパンチが飛んでくるんで、みんな入れなくて、中に入れなくて倒されてしまうんですよね。いや、もうついてきます。まあ、そういうところはいいところなんですけど、ロペスは人一倍、まあ、誰でもそうなんですけど、打たれること嫌がるんですね、はいはい、もう神経質なぐらいに打たれること嫌がりますから。精密機械と言われてますからね。そうですね、それぐらい嫌がりますね、はい。まあ、1ラウンド目の、頭ぶつかったんですけどね、はい、ああやって頭ぶつけられること一番嫌がりますよ、ですからあのビラもあったとすれば反則ギリギリまで頭持っていくことも一つの方法ですよね。なるほどなるほど。非常に傷ない綺麗な表情をしていますチャンピオンのリカルド・ロペス。これが2度目の挑戦アラビラ・ボア。さあ、フィリピンにこのタイトルを持って帰ることができますか。もう少し体を振りながら足をこまめに動かした方がいいですね、ビラ・ボア。あ、そうですか。1ラウンドと比べてビラ・ボアの動きはどうですか。はい、手を出してきましたからね、それにもう少し体を振ればいいんですけどね。なるほど。おっと、ブロックの上だったんですけれども手数多く出しました。さあ、今度はロペスパンチ伸びてきますからね、ちょっと距離取ると伸びてきますから。またこの距離です。本当にこのストレートが伸びます。第2ラウンド終了です。このラウンドもロペスです。そうですか。笠井さん、はい、このチャンピオンのロペス、今もストレートよく伸びてますね、はいはい、ね、はい、だけどビランはもうなんか右ストレートは見えてきてるみたいです、はい、あ、そうですか。なんかそんな感じします。それから先ほどから言っていますように、去年の6月に両拳を手術しましたこのロペスなんですけども、そういった不安はどうですか、感じられますか。全然感じないですね。ということは感知してると見てもいいでしょうね。浜田さんはその辺の拳の不安というのを感じると思いますか。いや、それはですね、やっぱり本人しか分からないところがあるんですよ。ですからやっぱりまさか試合で痛いような打ち方をしたんじゃ 見破られてしまいますからね。それは見せないんですけど、本人は当たる瞬間ちょっと緩めているのか、それ本人に確認取らないと分からないところなんですね、はい、向こう側にジョーさんの顔が見えます。うん、真剣ですね。さあ、第3ラウンドです。どういう指示を出したんでしょうか。ジョー小泉マネージャー、まあ、マネージャーではありますが、その一緒にトレーニングをおっとやりましたね、一緒にランニングをします。ジョー小泉さん、本当一生懸命ですよね、一人の選手を育てたいという気持ちは本当によく伝わりますね、はい、ボディーを打ちに行きましたリカルド・ロペス。まあ、その試合に支障が出るような不安があるならば、もちろんリングには上がっていないでしょう、チャンピオンのリカルド・ロペス。したがってもうアラビラ・ボアとはもう怪我が治った最強のチャンピオンのままのロペスと戦っていると、こう思っておそらくリングに上がっているわけですからね。まあ、そういうことですよね。さあ、かなり大きな動きを、左ストレート、今のパンチどうですか。いや、いいですよ。左ストレートの踏み込み方いいですからね、はい、そこでもう一押し踏み込んでみたいですね。まあ、その時はもちろんロペスの左フックがあるんで、右のガードもっと上げてですね。ロペスがどんどん追いかけていきます。いや、失礼、ビラモアです。
フロントラックス、フラッグローブの上、ロペスパンチ、カウンターを取ろうとしたビラボア、ロペスがどんどん左回り、相手の周りを回ります、まっすぐ行きます、ビラボア、まあ、今ちょっとぶつかりましたけどね、ああいうことをロペスは嫌がりますから、はい、もっともっとレフリーに挑戦されるまで、やることですね。いや、はい、ビラモア、気負けしてないですよ。右打ちは空振りです。リカルド・ロペス左で引っ掛けようというロペス、オニブロを持ってきました。ロペスはしかし相変わらず多彩ですね。空いてるとこ空いてるとこ常に入れてきます。そうですね、リズムを崩さずにですね。これはブロックしました、アラビアモア。アラビアモアのアラというのはジムの名前です。フィリピンのアラジム、本名はエディトと言います。エディト・ビラモア、ニックネームはアラビラモアです。あと30秒まもなく切ります。第3ラウンド、なんとか突破口、糸口を見出したが、サウスポーのアラビラモア、ビラマンももうちょいリズムをつけた方がいいですけどね、ちょっと真正面すぎるところあるんでですね。ロペスは今もそうなんですが、素晴らしいレコードで勝ちまくっていますが、当時はまあメキシコにいた時代はどこにも行き場所がなかったと言われています。そしてチャベスを通じましてドンキング参加の選手となりました。そのキングに会いましてしばらくして90年10月25日のタイトル奪取があったわけです。相手は大橋秀幸選手でした。それからリカルド・ロペスの時代が確固としたものになったわけです。これは MGM グランドホテルのご覧のようなおなじみのライオンの入り口です。さあ第3ラウンドは浜田さんどうですか。3ラウンド目はビラモアのラウンドです。あ、やっぱりそうですか、はい、浜田さんは1ラウンドから、いや3ラウンド目ビラモアですね。あ、3ラウンド失礼しました、はい、ビラモアが取ったわけですね、はいはい、初めて取りました。どの辺を評価しましたか。クリーンヒットですね、はい、いやロペスがクリーンヒットを許すというのは珍しいんですけどね、まあ、強打ではないんですけど、ロペスのパンチもブロックされてたんで、ビラモアに つけました。笠井さん、ビラモアの動きはどうですか。あ、自分いいなと思いますね。あ、そうですか。第3ラウンド自分のペースで怖がってないですね。あ、何か 1,2 ラウンドから掴んだものがあったんでしょうか。なんかそう見えますね。そうです。あーと、ミドストレートに出てきました、はい、リカルド・ロペス、この辺が老解のところです。抜け目がありません。第4ラウンドです。左多彩、下から横から、このラウンドはパンチにスピードをつけましたね。ロペスですか。はい、ロペスです。はい、いきなりの右を持ってきています。リカルド・ロペス、サウスポーに対してこのいきなりの右というのはどうなんですか。いや、有効ですよ。あ、また右。まあ、普通サウスポー対策でよく打つんですけどね、これモーションかけなければ有効なんですよ。なるほど。ロペスは当然そういった動きを打ってきます。はい、持ってくるところボディを打ちましたが、ちょっとローブローですか。ローブローですね、注意だけです、はい、はい、上空ですね。フリー左の服、今懐に入りかけたんですが弾き出されます。ロペスが先に来ます。ミラボはこれに応えます。両者とも激しい動きになってきました。第4ラウンド、いや、ロペスが打ってきたんで、はい、ビラモアも逃げずに打ち返してますよね。だからこのラウンド誰かダウンしそうな雰囲気がありますね、はい、もう少しビラモアの上半身振った方がいいですね。あ、そうですか、はい、ラインラウンド、さあしかし本当追いかけていきます。勇敢です、アラビラモア、自信たっぷり。これ数ラウンドこなしてビラモアも自信が出てきたような感じの表情がありますね。そうですね。そして雰囲気に慣れたというところもあるんですね。なるほど。この大きな舞台、その雰囲気にも慣れたようです。挑戦者ランキング1位のアラビラモア、前回の世界初挑戦は相手の国タイ、バンコクで行われました。まあ、左をついていきます。その敗れた試合ではウエイト、はかりのスキャンダルがありました。相手のジュニアフライ級のチャンピオン、ソー・ウォーラピンがウエイトをオーバーしていたのではないかという、そういうはかりのスキャンダルも伝わってきています。まあ、そういった職にも恵まれて、アラビラモア以後5連勝中です。
かしロペスの手術もありましてこの試合は待たされました。9ヶ月ぶりの試合、これはアラビラモアにとっては初めての大きなブランクです。ナイスボディ、左から右ボディ受けて立ちましたアラビラモア。一方のロペスも11ヶ月ぶりの試合、これも初めて右のクロス片押しから入っています。このボディ、あのビラモアのガードが硬いんでですね、ええ、真ん中空いてないんで横から打ちましたねロペスは。そういうところやっぱりよく見てますよね、右のクロスの後左のボディブロー対角線を攻めていきます。あーまた左フックロペス、動きが正確です。マシンのようです。残り10秒切りました。第4ラウンド、あの角度からいいボディブロー打ちますね、ロッキーです。第4ラウンド終了しました、このラウンドロペスのラウンドです。はい、チャンピオンです。 WBC 世界ストロー級タイトルマッチ12回戦、この試合の後この会場のメインイベント、今日のメインイベント WBC チャンピオンフランク・ブルーの対挑戦者マイク・タイソンの試合が行われます。3ラウンドは挑戦者アラビラ・モアが取りましたがチャンピオンが取り返しています。第4ラウンド終了しました。現在映像はチャンピオンサイドです。E insiste con el ya porque es el que está marcando el ritmo de la pelea. Él insiste en apretar en cuanto siente el golpeo al cuerpo. Ricardo Garcés está en el físico de la Hero Jones. Usted cruza la historia. Sune ni de ese deseo. De Sune ni con ese por gato de todo. Y más que todo, la noche y ya. 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 Y さあフロントランクス、おっと右かすったのかロペスが打っていきました。フロントランクスはビラモア、まあ、KO 率では浜田さんロペスを上回ってるんですよね。フィリピンの KO アーチと、まあ、言われてるわけですが 84% あります。ロペスが 75% です。確かにビラモアもパンチ力はありますよね、まあ、ただあのちょっと比較できないところっていうのはやっぱりロペスは常に世界タイトルでの KO率のパーセンテージですよね、はい、やっぱりやる相手もちょっと違うというところもありますよね。あ世界戦では15勝無敗負けなしです。これが16度目の世界戦ということになります。リカルド・ロペス、ロペス打ってきましたね、はい、そろそろロペスの方も相手の動きがインプットされたんでしょうかね。まあ、あの心当たりでビラバーの突進止めとこうというのもあるんじゃないですか。笠井、はい、さん、なんといってもロペスの強みというのはそのこの正確さのパンチとそれから経験でしょうね。そうですね、もうなんかまたなんか一つエンジンがかかったって感じしますね、ええ、あそうです、このラウンドですか、はい、はい、ロペスが強いですね。浜田さん、そして笠井さんの意見が一致しました。さあロペスが出ていきます。ちょっと後退しました。アラビラモア、ミロスが左、相手のブロックをかわしています。下から打ち上げていくミラモア、この辺りを守備よく勝利を収めるため上のクラスへ上がっていきたいリカルド・ロペスです。ボディを打っていく、打ってきましたね、ロペスは復帰の記者会見でまた勝つ自信ができたと言っています。プレスカンファレンス、そして一方のビラモアは世界王者になるためにベストを尽くすんだとこういうコメントをしています。お互いにまあ短いコメントだったんですがそれを残してこのリングに上がっていきました。 WBC 世界ストロー級タイトルマッチチャンピオンロペス16度目の防衛戦、挑戦者ビラモア、クロントランクス2度目の世界挑戦でチャンピオンになれるか。高いと分かれば上を打っておいてすぐ下に返すと当たるなんか読んできましたね、はい、ロペスは、はい、このラウンドより激しさを増しましたロペスの動き、しかし冷静さは失っていません。空振り大きいミラモア、これ30秒です。ぐっとガードをがっちりと固めるんですけれどもそれを弾くようなパンチです。しかしこのクラスでガードの上から弾き返すようなパンチというのはまずないですよね、それと上体立たされちゃいかんですよ、はい、ミラモアはミドストレートから左のボディ上下打ち分けます。あっとちょっと防戦一本になり始めました。ミラモア苦しくなりましたね。あボディブロー、そして上、あっとミドストレート、これはゴングの終了なった後ではなかったでしょうか、ギリギリのところでした。第5ラウンド終了です。このラウンドもロペスのラウンドです、はい、
現在 MGM グランドアリーナキャパシティ1万6700を超える、あ、プロテニスプレーヤーのスティフィー・グラフです。それからテニスプレーヤーではボリス・ベッカーも、リストの中に入っていますから、この後あたりもしかしたらカメラが捉えるかもしれません。さてジョーさんの表情は私たちのすぐ4メートル先ぐらいにあるんですけれども、浜田さん、そこからだとどういう表情に見えます？最初よりも厳しくなった感じしますね。そうですか、はい、落ち着いて諭すような感じで言葉をかけています、ジョー小泉さんです。そして、もちろんリングの中にはメイントレーナーのファニト・アブラカさんが入りまして、こちらもやはり教え諭すような冷静な表情で言葉をかけておりました。さあ第6ラウンドです。ミラモはどんな言葉をもらったんでしょうか。挑戦者クロントランクス、この試合の後にマイク・タイソンの試合をご覧いただきます。こちらの時間、ラスベガスの現在の時間は16日の夜の8時15分を回ったところです。あー、ちょっと下がってきましたね、ビラモ。あ、下がるとどんどん距離が離れてどんどんロペスのパンチが伸びてきますからね、はい、逆に苦しいんですけど、おっと、逆にもっとくっつくことなんですけどね、はい、ちょっと今苦しそうな表情を見せています。あ、見せましたね、ちょっとボディーブロー聞いたんですよ、はい、ボディーブローも先ほど、まあ、ラウンドごとに打たれてるわけですけども、はい、ですがくっつくとまたボディのパンチ苦しいですね。まあ苦しいところですけど、おーっと左を軽く荒らされましたが、右は軽いと避けています、ミラモアです。さあミラモア反撃か、左のストレートを出していきました。あ、打ちか、組み合います。ボディ2つ、ボディ2つ、チャンピオンのボディです。上に下に、うとうまくパンチを入れてきます、はい、ちょうどガードラーが空いたボディからその腕をそのまま上へ突き上げていきます。笠井さん、ロペス、おっと右カウター、マイボディ、笠井さん、ロペスのうまさが際立ってきましたね。いや、もう余裕が出てきてますね。あ、そうですか。だからもっとビラモアが奮起してやってもらいたいですね。ボディーブローをもらっています。だいぶ苦しいところが感じられます。アラビラムはそれが表情にも出てきています。しかし一発当たればとにかく浜田さん、はい、パンチ力は、ね、あるわけですから、まあ、ビラモアもパンチありますから、それをなんとか入れるためにコツコツと下から突き上げてワンツーを払って、おお、出てくるところちょうど左のボディーボールが入りました。まだ1分近くあります。第6ラウンド WBC 世界ストロー級タイトルマッチ、タイソンのすぐ下、そのアンダーカードとして行われています。タイソンとしましてはこれ珍しいことでしょうね、おそらくないのではないでしょうか。何ですか、ストロー級のタイトルマッチがタイソンのアンダーカードというのはね、私も初めてだと思いますよね。このビッグイベントになりますと、どうしてもこの軽量級というのは、まあ、アンダーカードに入りましても比較的早い段階で出てくるものなんですが、タイソンのすぐ前座に組まれております、このロペス対ビラモア戦、まあ、一番重いクラスと一番軽いクラスですからね、まもなくこのラウンドも終了です。ちょっとロペス鼻血出しましたかね、はい、はい、あ、そうですね、出しましたね、ちょっと滲んでるようですね。大きなパーを出してきましたロペス、ここでゴングです。まあ、後半ビラモア良かったんですけど、ロペスのラウンドです。ロペスが失ったラウンドは浜田さんの採点では第3ラウンドだけです。この最初ウエートのクラス最強のチャンピオンと呼ばれていますリカルド・ロペス、こちらがビラモアです。小泉さんの声が届きますでしょうか。いや、さっきの後半の攻めで手にかけてますね、自分も声出してますね、これ ね、 そうですね、主にハイパーアブラカさんが喋っています。しかし表情は今の気合でグッといういい表情を見せました。このままいきますでしょうか。至る所にこのイギリスの国旗が掲げられています。この後にフランク・ブルーノが登場してまいります。そしてマイク・タイソンが登場してまいります。 WBC 世界ストロー級タイトルマッチ、
ここまではその通常のボクシングの慣例に従いまして、チャンピオンが赤コーナー、挑戦者が青コーナー、この試合もそうです、こうなっていますが、どうやらイギリスではチャンピオンが青コーナーだと、そういうことという話ですね、はい、したがってこの後行われますタイトルマッチはブルーノが青コーナー、そして挑戦者タイソンが赤コーナーに入ることになっています。しかし入場してくるのはタイソンが先です。右のストレート、チャンピオンロペス、左を持っていきました。第7ラウンドに入っています。いずれはゴンザレス、ウンベルト・ゴンザレス、それから先ほどのマイケル・カルバハル、こういったところとビッグマッチを行いたいと言っていますリカルド・ロペス、まあ、実際あのゴンザレスとですねカルバハルが戦った時ありましたね、はい、3戦目、はい、その時90年11月だったんですが、メキシコで2人のアンダーカードでこのロペスは出てるんですよね。あ、ハビエル・バレゲスに8ラウンド TKO 勝ちしてるんですよ、はい、まあ、そういった近くで見ながらも、2人が軽量級でスーパースターですからね、やはり刺激を受けたんでしょう。そして、その時ロペスの方も、次は俺がっていうことを見せたかったのもあるんじゃないですか。そうでしょうね、はい、まあ、しかし現在はとにもかくにもこの防衛を続けているわけです。これが15度目の防衛戦、チャンピオンリカルド・ロペス、まあ、しかしあのロペスの場合ジュニアフライ級に上げても、はい、チャンピオンの方が断るというぐらいですからね、そのロペスに対してビラモア真正面からですけど勇敢にいってますよ。リードストレートをもらいましてガードを下げました。ビラモアそこに左を持っていきました。リカルド・ロペス、さっきのラウンドの後半の攻めで気を良くして気合入ってますよね。あ、ロペスは接近戦、いやビラモア近づいてきます。ロペスが左目ちょっとカットしましたでしょうか。うん、ちょっと頭ぶつかりましたね。はい、ですからロペスはこういった頭ぶつかったり揉み合いとかいうのはくっつかれるのを嫌がるんですね。なるほど、はい、顔をカットした跡がほとんど見られない、この綺麗な表情をしていますロペス。あと20秒あります。第7ラウンド、ビラオモアも頑張ってます。先ほどの葉っぱが効いたんでしょうか。ちょっとロペスのパンチ今切れてないですよ。あ、何が原因だと思いますか。まあ、ちょっとペースがリズムがちょっと自分本来のリズムじゃないっていうのもありますね。まあ、ですからそうですね、チャンピオン首ひねりましたね今。そうですね、はい、ちょっとうまくいかんなというのがあるんじゃないですか、はい、ポイントはロペスです。あ、これはブルーノファンです。この替え歌をですねプレスカンファレンスでもね大きな声で合唱しまして ですから試合となった場合にはこの歓声に輪をかけてハリソンの歓声より多くなるんじゃないかと思いますけどね。そうですね、はい、葛西さん、はい、この試合の後のマイク・タイソンの試合は空前絶後の賑やかさをもしかしたら見ているかもしれませんよ。楽しみですね、どれくらい盛り上がるのか。ご自分ではなくて人のこう試合で大きな会場で見たという経験は何がありますか。いや、そうですね、フォアマンとかですか。あ、フォアマンの試合、自分が前座でやった時とか、はいはい、そういうような感じで、あ、やっぱりラスベガスで。あ、そうですか。じゃあ後ほどそういった、経験された賑やかさともちょっと比較していただきたいと思いますが、はい、じゃ あ失礼いたしました。このラウンドは8ラウンドです。第8ラウンドに入りました。 WBC 世界ストロー級タイトルマッチ第8ラウンドに入っています。右のストレート、グローブの上に当たっていますが、おっと左のアッパー、左のアッパー、ガードの隙を見事につきました。あの距離から左でアッパー打てるんですからね。強烈な左のアッパー鮮烈。これは立つことができない。ノックアウトです。リカルド・ロペスの左のアッパー一戦。さっきのラウンドちょっとリズム悪いなと思っても一発があるというのは強みですね。しかも距離がありましたね。あの距離からは誰も飛んでくるとは思わないですからね、今のビラマーの食ったパンチは不用意でも何でもないんですよ、はい、あれはサウスポースタイルで構えてまさか向こうから左アッパー来るとは誰も予想できないですから。アラビラマーの2度目の世界挑戦ノックアウト負けです。
VTR。 一回フェイントから、ちょっとクッションとありましたね、置いてですね、はい、笠井さんどうですかこの最後のシーン。いやすごいですね、だけど勉強にならないですね。勉強にならない、打てないですからね、ああいうパンチは。あーはー、すごいですね。そして今ちょっと今背中サイドからだったんですけども、やはり距離ありましたよね、あのアッパーカットはね。距離があって、あれよく出ますね。通常のアッパーカットだともう一つ踏み込んで浜田さん、打つわけですよね。ロペスの場合左のリードジャブを思いっきり伸ばした距離から左フック、左アッパーが飛んでくるんですよね、ですから、この選手の強みというのは予想できない角度から、予想できない距離から飛んでくるという強みがありますよね、はい。試合はラウンドごとを制していきました。リカウト